東京ドイツ村とは、千葉県袖ヶ浦市にあるテーマパークである。通称ドイツ村。入場者数は、年間約100万人以上。当期のイルミネーションは過去、関東三大イルミネーションに認定されていた。芝桜の丘袖ヶ浦市の土地区画整理事業で、東急不動産が開発申請を行い、1999年に着工した。経営、運営は、 東急不動産及び東急グループではなく、名阪観光グループの中核企業である、名和興産が引き受け、同社により2001年3月8日にオープンした。敷地面積は東京ドームの約19倍。園内は芝生広場を中心にアミューズメントエリア、子ども動物園、ワンちゃんランド、収穫体験の各エリアに分かれている。場内には、ドイツ料理や、 ドイツビールを楽しめるレストランショップがある。2018年の夏には初のビアガーデンを実施した。当期のイルミネーションは規模が大きく、足利フラワーパークや江ノ島、湘南の宝石とともに夜景観光コンベンションビューローが認定する関東三大イルミネーションに2018年まで指定されていた。所在地の袖ヶ浦市は隣の市原市を中心とする。 日本一のゴルフ場密集地帯にあり、東京ドイツ村の敷地はもともとゴルフ場の開発がバブル景気時に計画されていた。しかし、近隣にゴルフ場が隣立する競合の激しさや、バブル崩壊後のゴルフ会員権の低迷によって、テーマパークに変更されて現在に至る。園内にある若干数のゴルフのアトラクションは、その名残であり、芝生の整備といったゴルフ場整備のノウハウは、 施設の維持に生かされている。自然と人が共に過ごせる共生の追求を基本コンセプトとしている。花と緑のテーマパーク。オーナーがドイツ旅行に行った際に田園地帯に感動。袖ヶ浦の丘陵地が似ていたこともあり、ドイツの田園をテーマパークとして再現した。1997年に東京湾アクアラインが開通し首都圏から近くなったことで、 施設名に東京が付き、さらに日中平和友好条約締結40周年を記念し計画されたイベントチャイナランタンフェスティバルやイルミネーションショーの一環でダパンプの USA が使用されたことでドイツのテーマから逸脱しているとの意見もあるが担当者は様々な国が入り混じっていますがドイツだけでなく中国も米国も 好きになってくださるお客様が増えると思うと語る。神の使者としての天使と縁起の良い豚を合体させたキャラクターで豚天と呼ばれている。各キャラクターには出身地や趣味など細かい設定がなされており、公式サイトで確認することができる。また、サブキャラクターとして以下の4体が存在する。無料で遊べるエリアがあるほか、有料アトラクションも数多く設置されている。 フラワーガーデンには季節の花々が植えられており、子供動物園では動物たちと触れ合うことも可能。入園料金は大人800円、小人400円。団体割引があるほか、有効期間中何回でも入園できる年間パスポートも販売している。同園の地元である千葉テレビ放送にて季節に合わせて前日の時期の花々やイルミネーションの園内映像を テレビ CM として放映している。また、東京湾、アクアラインを利用しての来場者を見込んで、テレビ、神奈川などにも放映エリアが拡大された。先日のコマーシャルのみならず、以下の番組では、環境映像などで登場する。また、世界の果てまで、行ってきトンネルズの皆さんのおかげでしたなどのバラエティ番組のロケ地としても登場している。自動車で場内を一周して、 好きな場所に駐車する形式をとっているが、観光バスや二輪車、自転車、徒歩でも入場できる。二輪車、自転車は入場口付近に駐車する形式で、場内の道路は走行できないが、その分駐車料金は無料となる。ただし、観光バスを含む自動車以外は、16時以降、メインエリアまで徒歩も含めて入場できなくなり、退場のみとなる。 当期のイルミネーション期間に限り16時以降でも入場可能以下の路線は公式ホームページに現在掲載されていないが平日は投資設内を経由する一般路線バスが袖ヶ浦バスターミナル発着の一往復以外存在しないため当該便が利用できない場合は姉ヶ崎駅袖ヶ浦駅または 袖ヶ浦バスターミナルからの路線バス利用で農協平岡支店前下車が最寄りのバス停となる。ありがとうございます。